はいどうも、みんなのヒーローゆうきです。ダイソーでね、土鍋が売ってたので買ってきました。ダイソーといえばね、100均100円なんですけども、これはね、さすがに400円です。でもね、土鍋が400円って安いですよね。ペタライト入りで割れにくいって書いてあります。ペタライトっていうのはオーストラリアの海岸の砂らしいんですよ。それが入ってるからなんかね、割れにくいらしいのでね、じゃあ実際に本当に割れないのかどうか、ちょっとね、使ってみようと思います。鍋の大きさは19センチです。はい、パカーンと。カラフルでいいですね。なんかすごいおしゃれな土鍋って感じがして、この色がいいですね、パステルカラー。そして、はい、土鍋出ました。これがね、割れにくいという土鍋。いい音しますね。はい、こんな感じでね、なかなか見た目おしゃれな土鍋ですよね。裏はこんな感じですね。初めて使用する際は目止めをしますって書いてあります。鍋に水8分目と小麦粉を大さじ2杯ほど入れ溶かします。10分程度弱火または中火で沸騰させ、火を止め、冷めるまで放置、洗浄後は乾燥。このままね、いきなり使い始めると割れやすくなるんですよ。なので最初に目止めっていうのをね、やっていく必要があるそうなので、その目止めをしていきたいと思います。みるみるランド。まず鍋の中に水8分目ぐらいの水を入れます。次に小麦粉を大さじ2杯ほど入れます。で、小麦粉を溶かしていきます。小麦粉が溶けてきたら弱火もしくは中火で10分ほど沸騰させていきます。今ね、蓋したまま沸騰してたら思いっきり吹きこぼれて、ちょっとね、悲惨な状態になってます。これ蓋ちゃんとね、取ってやんなきゃダメですね。いきなり大失敗です。これは悲しい。いや、もう本当ね、一時はどうなるかと思いましたけど、なんとか拭き上げて、これでもう一回ね、トライしていきたいと思います。みるみるランド。はい、今弱火でコトコト沸騰させています。で、約10分ぐらい沸騰させていきます。はい、10分ほど沸騰させたら、あとは冷めるまで待ちます。冷める前に使っちゃうと、またそれでね、パリーンって急激な変化で割れてしまう可能性があるので、ここは慌てずじっくりと冷めるまで待っていきましょう。はい、熱が冷めてきたら、今度はね、これを食器用洗剤で洗っていきます。すごい固形物が出てきましたね。これでもだいぶこの内側がコーティングされてると思います。なので割れにくくなってると。固形物なんかすごい感触、プニ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 してね、気持ちいい感触です。食器用洗剤で洗っていきます。洗い終わったら、あとはこれをしっかりと乾かしていきます。はい、というわけで土鍋の目止めが完了しました。いやー、もう一時は本当にどうなることやろと思ったんですけど、皆さん、土鍋は蓋をしたまま沸騰するとやばいことになるので注意してくださいと。はい、というわけで、これでもうね、目止め完了したので、だいぶもうね、割れにくくなったはず。なので、これからこのダイソーの鍋を使って美味しい鍋料理とかね、食べて堪能していきたいと思います。では、さようなら。